今年に入って、デン・セ中共司法部元部長が相次いで4つのポストを失ったのは、事実上の失脚と言われている。デン・セは二度にわたり、後派の暗殺から習近平を助けたという噂があるが、習がデン・セを逃がす可能性があるかどうかはまだわからないままだ。 中共国務院は9月18日、直属機関の協調省祖に重要な人事異動の通達を出した。この協調省祖のもとには5つの仙台祖と4つの保章祖で構成されている。そのうち保章祖の法治祖組長だった伝聖華から党一軍に変わった。これは伝聖華が今年になって失った4番目のポストである。4月19日、 宗教公安部副部長の孫力軍が失脚すると翌日、伝聖華が司法部・党組副書記を辞任した4月29日全国人民代表大会を運営する常務委員会は伝聖華を司法部部長から解任し遼寧省庁・党一軍を任命することに決めた党は習近平の側近で浙江省時代の部下である5月5日 中京地国弁主任は覚正婚で副主任は陳一心と党一軍であるこれは伝聖華が副主任職を解任されたことを意味する5月19日伝聖華が官職の中京全国政治協商社会と法制委員会の副主任に就任した中京当局は現在65歳の デン・伝政家は任期満了で退任すると公式に主張しているが、このように罷免される動きは通常官僚の失脚や調査される前兆である。しかし、周栄光元政法委員会初期は失脚する前に習近平暗殺のクーデターを計画したが、デン・家が密かに習近平に密告し、習近平は爆発や毒針による暗殺を避けたという噂がある。 そのため、習近平は彼を逃がし退職させる可能性もあるのではと考えられる。海外の中国メディアによると、2012年、王立軍と白機雷の逮捕後、習近平が習のクーデター意図を知り、習の秘密捜査に着手した。習は保身のために習近平の暗殺を図った。習栄公らは少なくとも二度、習近平の暗殺を計画していたという。 1一度目は会議室に時限爆弾を置き2度目は習近平が301病院で健康診断を受けているさなか毒針を打つというものだったしかしこれらの暗殺はデン家の密告により習近平は無事だったもう一つの説はデン家はもともと習英光の側近で 北京の公安局長を務めていた間、後派によるバールンコンへの迫害に積極的に追従し、外部からは凶悪役と呼ばれていた。当時、殿聖家は修衛校から信頼され暗殺計画を共有していた。しかし、殿は事態が深刻であることを知り、巻き込まれるのを恐れ、習近平に情報を漏らした。その後、習近平が修衛校を逮捕することを決心させた。 周栄光らが逮捕された後、伝聖華は一時的に難を逃れ、習近平の一時的な重要を得た。しかし、2018年の中京領会後、公安部常務副部長だった伝聖華が司法部部長に転任し、世間は騒然とした。当局は公安システムにおける彼の問題を調査するために、伝聖華を別の職務に任命したと考えられている。 これまで一部の官僚が失脚したが、彼もこの道をたどることになるだろう。